おめでとうございました。ありがとうございます。 And this is your congratulations to the team. Thank you, thank you. 今日も日本語で質問しますね。ありがとうございます。はい、昨年ね、インタビューさせていただいたときに、東京大会で、2021年の東京大会で、メダルが取れなくて本当に悔しかったと、だからパリではリベンジしたいっていうふうに、言ってくれました。それで僕も本当にテレビでね、マニラから応援してたんですけれども、本当にリベンジして、本当に嬉しかったです。で、床の、競技のときに最後のジャンプで来た結構止まってってなったけれども、その時どんな気持ちでしたか？昨年ですね、リベンジしたい言ってたんですけど、やっぱりですね、悔しかったんですけど、でもそういうなんかリベンジな気持ちがなんかキープできなかったんですね、ネガティブな気持ちだからもうなんかキープできなかった。だからなんか違う方法をなんか探して、なんかポジティブなアプローチで、やってこれでトライするかな。でポジティブな方法を見つけ受けた時に、なんかこれをどんどん増やしたいなと思ってた、で、練習にアプライしてからもうどんどん気持ちも良くなったんですね。あと、着地した時に本当に嬉しかったんですけど、時間でなんか最初のバスが危なかったので、なんかやばいと思ってて、いい演技をもうちょっとなんか、まだあるなんか希望がそこでなんか、パフォーマンスの中でなんか希望が見えて、そういう着地が本当になんか嬉しかったですね。なんかもうこのぐらいだったらもう決めるかなと思ってです。まあでもイスラエルと UK が彼らもなんかすごい選手なので、だからなんかまだリアクションがまだ全部出してない、出してないですね。最後のパフォーマーを、終わって、そこからなんかわーもうエモーションしか出してなかったですね。なんか本当に嬉しいですね、本当に。やめなかった、辛い時、辛い日、あったんですけど、やっぱり It was really worth it. It's really everything.